高校生たちは、投資するとこれぐらいに投資もかけないんだったら本気のいる高校生じゃない、手に入らないっていうのが、ね、増えちゃって、なので問題を見ることができない。Hello there! 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、予備校講師たちがどうやって過去問手に入れてんのっていうですね、そういう話をしていこうかなと思います。そうですね、まあ、過去問やるの大事だよとかって言われるかもしれないですけども、どうやったら昔のですね、問題って手に入るんだって思ってる人いると思うんで、その辺のことを話していきたいと思います。で、まあ、赤本とかね、あると思うんですけど、たくさん入ってないですよね。でさらに有名大学だったら、この東大の何年分とか言ってポンってあったりしますね。赤本とか青本とかですね。でも当然それだけじゃないですよね。予備校のテキストっていろんな大学のいろんな問題が入ってますよね。だから予備校の、各予備校っていうのはそれをストックして持っているわけです。で、じゃあそれをどうやって手に入れるんだっていう話なんですけども、まず一般の人でも手に入れることができるものっていうのはやはりこれですね。この全国大学入試問題正解っていうですね、応文社のものになります。これがですね、発売されていますので、でいろんな大学の、ものがですね、たくさん載っているわけなんです。で私立大編と国公立大編っていうのが、出ています。で私立大編の方が太くてですね、まあ電話帳って言われるんですけど、まさにね、で、言われるぐらいで、これがまあ太くて、5600円プラス税っていう形になってますね。で、国公立大編の方が薄いんですけど、これも4600円ですね。非常に高いですね。これと合わせて1万、もう超えるわけです。で、さらに後から出るですね、このね、まだ2019年は出てないですけど、追加掲載編っていうのが出るんですよ。これ2018年ですけど、なのでそれ合わせて3つになるわけですね。このな3つの、本があって、5600、4600、3800円ですね、プラス税という形で、発売されているんですね。で、なんでこの3つを揃えるとかなり多くの大学のものが手に入る。追加のやつには、国立も、私立も両方入ってるんですけど、ね、こういった形でこの3つで、あります。でさらにですね、プラスして、リスニングが出るんですよ。まだ2019は出てないですけど、リスニングが、こういう風にですね、発売されて、これも国立編と、私立編っていうのが出ます。なんでこれがそれぞれ4000円4000円なんですよ。ということで合計すると8000プラス、いくら8000円、11,800、16,400、だから22,000円ですか。はい、だから22,000円分で、これで、過去問のこの応文社の過去問セットですね、英語の講師は、手に入るのはこれですね。22,000円分で、やるんだっていうふうにですね、分かってください。さらにですね、うわぁ、22,000円もお金かけてんだって思ってるかもしれないですけど、いや、これだけじゃないですね、私たちお金かけるのは。それが知っている人は、まあ、知ってると思いますけども、このエグザムっていうですね、データベースがあるんですよ。これも予備高校生であれば持っている人が非常に多い。つまりですね、このいろいろなですね、入試問題のデータなんですよ。だからこれを使えば、いわゆるワードファイルにしたりとか PDF にしたりして、それを印刷してやることができるわけなんですね。でこれが、まあ、これ東日本版と西日本版って分かれてるのもあるんですけど、全国版って言って合体したやつなんですけども、これの値段が3万円ですね。ということで、このデータベース3万円とこっちのやつ全部揃えて、2万2000円ですね、それを合わせて5万2000円プラス税ですね。10% になったらすごいね、5万7000円ぐらいっていうのを、大手の予備高校生たちは、投資するっていうことだと思ってください。で、まあ、エグザムどういうかって、なんかそう、投資するんですよ。毎年毎年買うんですよ。だからこういうふうにね、なるんですよ。これ毎年のようにこうやって買って、で、データベースにどん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 追加していくわけなんですよ。で、センター試験のやつのね、センター10なんていうのもありますけど、ね、昔はセンター10これ買ったんですけど、今、こっち買えばこれにセンターも入ってるんですね、黒板に。だからセンター10買うのバカバカしいと思って、ね、こっちですけど、まあ自分の中に、自分のデータベースにはちゃんと2000年からですね、入ってます。2000年から2019年までの、データが全て入っています。で、まあこれでもまあ全部とは言えないんですけど、まあ相当の、割合のものが、
手に入ることになります。で予備校とかは、まあ、実際に受けたりしたもののその問題を集めて、ストックしているところが多いなっていう感じです。で、これですね。これがまたね。あ、そうそう、中身開けますか。せっかくだから。ほほほ。で、これを、自分たちで買ってたりとか、共有してる先生とかもいるし、あとは学校で、使ってるなんていう先生もいますね。で、自分自身が予備校講師になって1年目かな。で、某先生が、成功のエグザムの話をしてたので、で、その先生は、来年から様子見に行くんですって言ってて、わーすごいみたいな感じでみんなに言われてて、その人が、エグザムはちゃんと買ってるから毎年って言って、で、他の人は、あれ高いじゃないですか、買うんですかって言って、で、その先生が、いや、それは予備校講師としての当然の投資です。自分が予備校講師としてやっていくんだったら、このデータベースに、ね、お金をかけるのは当然のことですって言ってたんで、で、それを聞いて自分は、わーすごいなって思って、よし、じゃあ自分も、予備校講師としてやっていくって決めてるから、買おうと思って、買ったんですね。非常に、まあ大変ですよ。当時やっぱ3万とかっていうのはかなりの高額でしたからね。で、これを、毎年毎年買ってるわけですよ。で、受験生はそんなのは手に入らんと、まあこれはこれで手に入ること、まあお金さえあれば手に入るし、けども、そう、1年でこれなくなっちゃうので、それより前のものを手に入れることができない、ね。で、そういう時にどうするんだって言って、まあ多くの人がやってるのはおそらく過去問データベースですね。東進がやっている、あれを使って、まあそこでもう全部手に入ることはできないですけど、まあ結構いろんなものが手に入ると思いますので、まあ、それを利用してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。で、各予備校の、過去問のやつで回答速報のやつっていうのはやっぱ消えちゃうので、時間が経つとなくなってしまうので、なんで、そうですね、やっぱこの過去問データベースが一番、まあ、自分たちが使うというか受験生が使うのでは、まあ、有益かなと思います。もちろんないのもたくさんありますし、で、さらに問題点があって、そうなんですよ。今やね、このエグザム3万使って、で、買っても、で、こっちのやつを使って買っても、ないのがいっぱいあるんですよ。何かって、そうです。著作権ですね。著作権のため使用できませんっていうのが非常に多いんですよ。まあ、これ予備校講師の方です。やはり、現代文の先生と英語の先生は非常に困ってますね。多くのものが著作権上使えないっていう風になってて、手に入らないんですよ。なので、エグザムでもものすごく多くなりました。手に入らないっていうのがね、増えちゃって、なので、問題を見ることができない、長文を見れないっていうのが、起こってしまっています。まあ、ちょっと残念ですね。まあ、著作権作ってる側からすれば、まあ、当然といえば当然のことなんですけども、ちょっとまあ、予備校講師は、からすると、すごく残念かな。その問題を見ることができないし、その問題を使って解説もできないっていうのが、すごく苦しくなってきているところだと思います。はい。ということでですね、予備校講師は、このようにして投資をしてですね、やっている。まあ、その当時1年目だったか2年目だったかな、当時の僕にその先生が言っていたのが、やっぱり、印象的です。やっぱこれぐらいに投資もかけないんだったら本気の予備校講師じゃないっていうですね。のは今でもその言葉っていうのが届いているので、なので、毎年買うようにしています。はい、うん、まあ、安越先生なんかはね、やっぱり現状の入試とお別れするって言って捨てましたけどね、1970年ぐらいの前のやつとか持ってましたけどね、それを、ね、トラックに詰めたっつってたんでね、それすごくないですか、入試問題が、その、軽トラ、いっぱいになったって言ってましたもんね。それぐらいたくさん持ってったって言ってましたけど、それを、現状の入試と決別するために捨てたって言ってましたけどね。すごくないですか、こういうやつですね。こういうのの紙ベースがトラック自体分になったって言ってましたもんね。はい。ということでですね、予備校講師はこんな風にやってるんだっていうのを、お見せしました。参考にしてもらえれば、参考になるかな、わかんないですけど、あ、こういう風にして、なんか先生たちプリント作ったりしてるんだなっていうのを、ですね、分かってもらえれば、よかったんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.